次に日本共産党議員団を代表して広瀬ひとみ議員の質問を許可します。広瀬議員。代表質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。日本共産党議員団を代表して質問をさせていただきます。はじめに東日本の大震災から3年が過ぎようとしています。昨年は建設常任委員会の皆さんと私も被災地を訪れさせていただきました。枚方市から派遣された職員の方も懸命にお仕事をされておられ、現地でも本当に喜ばれておりましたが、現地の自治体職員まだまだ不足している深刻な状況が続いています。また仮設の住宅では毛布がもうボロボロになってきて足りない、こういう声なんかも聞こえてきております。3年が経過しようとしておりますけれども、引き続く支援を心からお願いを申し上げておきます。では通告に従いまして順次質問をさせていただきたいと思います。枚方市を取り巻く状況と課題について、憲法と平和を守る取り組みについて、枚方市は戦後軍事工場の町から平和の町へと発展し、比較平和都市としてさまざまな取り組みを進めてきました。平和でこそ町は発展し、住民の暮らしを守り、幸福の追求を可能にします。憲法は戦争を許さず、政府も集団的自衛権の行使は認めないと憲法を解釈してきました。しかし安倍首相は政府の憲法解釈を覆そうとしています。武器輸出や非核三原則も次々と骨抜きにし、改憲の手続きも経ずに戦争参加への道を作るなど、とんでもありません。非核平和都市の市長としてこうした解釈改憲に反対の声を上げるべきと考えますが、いかがでしょうか。2、消費税増税について。市長は、日本経済は長く続いたデフレからようやく脱却しようとしているとの見通しを持たれているようですが、GDP は伸びず、景気回復は掛け声倒れになっているのではないでしょうか。従来から消費税増税は必要だとの認識を市長は示し、今回の施政運営方針でも、社会保障改革や財政再建を進める一歩だと期待を表明されています。こうした状況で消費税の引き上げが実施されれば、暮らしと営業に打撃を与えることは必至です。少なくとも地方自治体として暮らしと営業を支援する特別の対策対応を実施すべきです。市政運営方針では特段触れられていませんが、市長の認識と対応策をお聞きします。3、社会保障について。政府が消費税増税と合わせて実施を目指す社会保障制度改革は、社会保障の大改悪です。年金や各種手当の引き下げ、新たに70歳となる方から医療費の窓口負担を2倍にする。また介護保険の改革は、制度創設以来の大改悪です。年金収入で280万円の方から、介護の利用者負担も2倍になり、医療も介護も2倍の負担になる世帯も生じるなど、高齢者の生活に多大な影響を与えるものですが、市政運営方針では何ら触れられていません。市民生活の厳しさ、痛みに全く目を向けず、ブランド戦略を語るのはどうでしょうか。介護保険から養子縁1、2の方を外し、認定利用の方法も変え、市町村の新たな総合支援事業として実施することになりますが、市長は必要な介護を保障する自信があるのかお聞きをいたします。4、安倍政権が進める教育改革について。安倍首相は教育委員会改革を教育再生の重要課題と位置づけており、今月中にも地方教育行政法改定案が国会に提案される見込みです。教育関係者からの批判の声に教育委員会の廃止は見送られましたが、教育委員会の権限を市長に移すなど、実質的に教育委員会制度を解体する方向で進むことが危惧されます。拙速に法改正に踏み切るのではなく、
時の政治家の考え方で教育を左右するのはやめてほしい。教育委員会はいじめ体罰に責任を持って対応してほしいといった声に応える民主的な改革こそ国民的議論を経て進めるべきだと考えますが、市長の見解、または教育長の見解をお伺いをいたします。5、大阪都構想について、現在松井知事、橋本大阪市長が進めようとしている大阪都構想は大阪の統治機構を変える問題でもあります。竹内市長はどうこれを見ているのか見解を伺います。2、まちづくりの基本方向について、本市を取り巻く状況と課題を踏まえ3つの課題を今年度の最重要課題と位置づけると説明がありました。それで以下お聞きをいたします。1、安全安心社会の実現について、市長が言う安全安心社会の実現というのは災害と犯罪などがない地域社会の実現ということでしょうか。災害に強いまちづくりは最重要と位置づけるにふさわしいものですが、一般に市民が抱く安全安心はそれのみにとどまりません。ノロウイルスが猛威を振るい大量の感染者を見ました。4月から保健所設置室となる枚方市が感染防止の徹底に取り組まなければなりません。公衆衛生健康危機管理を担っていく年にもかかわらず、こうした点に触れられていないことに違和感を感じます。また先ほども述べましたが、消費税増税、社会保障改革が実施されようとしている中、暮らしの安心の実現も最重要課題ではないのか見解を問います。2、都市ブランドについて、2つ目の最重要課題は都市ブランドの確立で、2つの都市ブランドは選挙公約で掲げられたものでも総合計画の中で議論されたものでもなく、花と音楽のまちづくり同様ある日ポットを示されたものです。説明を受ければ、あ、そういう意味ですかと理解ができますが、健康医療都市、教育文化都市、6文字の漢字が並ぶ非常にお堅いものです。この間市民の皆さんにこのブランド戦略はどれほど理解され共感を得てきたのでしょうか。健康医療都市について伺います。ブランドを確立していくために取り組む課題として、社会保障制度改革の一環として略しますが、先進的な医療施策に取り組むモデル都市を目指すと述べられました。社会保障制度改革の考え方は2025年に向けた医療・介護費用の抑制です。医療から介護へ、介護から在宅への流れですが、この考え方に沿ったモデル都市を目指すということなのか説明を求めます。ブランドは質の良さなどにより定着した評判を得ることで確立され愛されるものだと思います。市民の健康を応援する施策や市民の健康づくりの実態、子どもの医療助成や特定健診やがん健診の受診率、運動に取り組む市民の割合や健康寿命といったさまざまな指標で全国平均を下回っているようでは、市民が誇れる健康医療都市にならないのではないかと感じます。全国、大阪府下、中核市の比較の中で枚方市の取り組み状況がどんな位置にあるのか、どこを目指すのかといったことを明確にすべきではないでしょうか。見解をお聞きします。教育文化都市について、教育文化都市では枚方で子どもを産みたい、育てたい、枚方の教育を受けさせたいと思ってもらえる教育環境の充実は欠かせないと述べた上で、具体には子どもを取り巻く環境が大きく変化し、新たな価値観の形成が求められる中、今後子どもたちの協調性やプレゼンテーション能力、合意形成能力を育む教育活動を進めますとのことです。教育文化都市との位置づけの中で、こういう教育活動の推進をというのは教育委員会で議論をしてきたことなのか、具体にどのような教育活動をどう進めようとしているのか説明を求めます。文化については、文化芸術とは何かに触れた上で、文化芸術振興条例総合文化施設美術館について取り組みを進めるとのことです。市議会の研修会で市政アドバイザーの平田織座さんから、社会における芸術の役割について直接人間の精神を励ます
芸術そのものの役割、コミュニティ形成維持のための役割、そして社会に役立つ役割についてお話をいただき、非常に感銘を受けました。一方で総合文化施設や美術館の設置運営は、こうした芸術の持つ役割が存分に発揮されなければただの箱物に終わると感じました。芸術が持つ力と市民の力を引き出し最大化するために、どのような運営を考えているのかお聞きをいたします。3、戦略本部について、最重要課題の3つ目が戦略的な視点に立った都市経営です。本来戦略本部の役割は市長こそが果たさなければならないのではないですか。見解をお聞きいたします。3、市政の課題と主要施策について。1、防災減災について。南海トラフへの備えについて、帰宅困難者など市内滞在者への支援も充実が必要ではないでしょうか。また枚方市の場合、生駒断層地震の被害想定の方が南海トラフを上回ります。同じ市内でもエリアで被害状況は異なると思いますが、被害想定をエリアごとで実施し対策を立てることはできないのか。駅舎の耐震化、保育所の耐震化、保育所の耐震化については急いでほしいと述べてきましたが、これで完了することができるのかお聞きをいたします。2、超高齢化社会への対応について。町のバリアフリー化、道路のバリアフリー化は重要課題です。今後ますます車椅子利用者が増えることからも整備を進めていただきたいと思います。また老後の生活の場をどう確保するのか、これも心配をされるところです。特別養護老人ホームの待機者は現在約1100人で、以前より待機の解消をと求めてきました。平成26年度に新たな計画を策定することになりますが、やはり特別養護老人ホームを新たに整備し待機の解消を図っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。3、都市農業を守る取り組みについてお聞きをします。市では都市農業枚方道場による農業後継者の育成や集中豪雨などによる災害が発生した際の対応方針を検討するということです。本市のような都市農業についてはこのような取り組みと合わせて、もっと市民に農業、農地の持つ多面的機能を PR することで、営農環境や農空間の保全につながる取り組みを強化する必要があると考えています。そこでこれまで農業委員会や会派が提言している防災協力農地制度、本市でも早期に実施していただきたいと思います。現在の取り組み状況どうなっているのかお聞きをいたします。4、新名神などの道路問題について。高速道路会社の更新・修繕費用は国ベース年2680億円と新規建設の10分の1にとどまっています。笹子トンネル事故の経験からも、公共事業予算を新規建設推進から老朽化対策中心へと根本的転換を目指すべきです。枚方地域でも新名神の建設が予定され、住民のさまざまな思いをよそに市長自身が延伸に向け旗を振ってこられました。新名神に併設橋を設けることで、市にとって念願の淀川渡河橋の建設まで可能になるかのような話もありましたが、先の建設委員協議会に出された中間報告では、併設橋は技術的に困難で無理だと受け止めました。市長はどうでしょうか。淀川渡河橋ができる利便性や必要性理解いたしますが、府の財政状況では実現可能性極めて低いのではないでしょうか。第二京阪のアクセスである枚方津田線も不動枚方方の組山線までで未だストップをしています。第二京阪開通による307号の
渋滞解消策としてセミナリ川沿い道路の整備を予定されていますが、総事業費と完成年度いつになるのでしょうか。第二京阪開通後の対策が完了しない中で、新名神のための不動整備も求められ、久美山線の整備がまた後継に追いやられるのではないかと危惧します。名古屋駅前広場の整備に合わせた整備予定は予定通り完了の見込みでしょうか。久美山線の引き続く整備が長尾方面でも、また津田方面でも必要なことは、市長も十分認識していただいておりますが、こちらの整備も引き続き強く求めていただきたいと思います。新名神のアクセスとなる内里高野道線は、線形を変更して周辺環境に配慮するとのことですが、各団地はニトリモール進出の影響も心配をされます。ニトリのために国道に右折ラインと信号を設ける話が先行して進んでいるようですが、1号線の渋滞とともに長尾方面から1号線への進入をする府道は今でも渋滞が激しい箇所です。葛葉モールのリニューアルオープンによる交通の影響も心配されています。どのように考えているのかお聞きをいたします。5、行政改革について。1、市役所改革について。職員定数基本方針を策定するとのことです。中核市移行などに伴う職員増もあり、一時的に増加はするものの、段階的に減少し、31年度の人件費は25年度とほぼ同額になるように設定すると、総務委員協議会の資料にありますが、主にはどういったところで人件費の削減を図ろうとしているのかお聞きをいたします。次に不祥事撲滅への取り組みについて伺います。不祥事撲滅のために公務員倫理研修の充実に取り組むとのことですが、この問題については何よりもトップの姿勢が重要であると考えます。なすべきことを市長自らがまず実行するという姿勢を示すことで、職員の倫理意識も醸成されるのではないでしょうか。例えば先の12月議会と年が明けた1月に全員協議会が開催され、談合問題で有罪判決を受けた前市長の退職手当返納について竹内市長から説明があり、議会からも多くの意見が出されました。市長は適正な手続きを進めていくと説明しておられましたが、その後前市長に対して退職手当の返還請求を行ったのかどうかについてお聞きをいたします。2、公共施設駐車場や家庭ごみの有料化などについて。厳しい暮らしの中でこれらについて負担を求めることは実施すべきではないと述べてきました。今年度の主な取り組みに記載をされていますが、消費税増税も実施され、さらなる引き上げも予定される中、市長は何が何でも実施するつもりなのか、それともさまざまな条件を十分に検討していくのか、考えをお聞かせください。3、障害学習施設と図書館の複合館への指定管理導入について。市民サービスの向上と効率的な管理運営を図るとともに、利用者の意見も踏まえながら指定管理導入に向け準備を進めると述べられました。市長は前の市長の下で行われた公民館の廃止、障害学習への再編の経過をご存知でしょうか。社会教育の街は平方のブランドでした。この力が豊かな市民活動を作ってきたのだと思います。ですから多くの市民から反対の声が寄せられ、公民館を教育委員会から市長部局に移し、障害学習によるまちづくりを進める際には前市長は自ら市民説明を行い、障害学習の拠点施設に代わっても直営施設として変わらぬ運営をするんだ、こう説明をされてきました。またその内容は広報枚方にも特別号を作って広報枚方でも特別号を作って市民の皆さんに配布をされました。
この点をどのように考えられているのかお聞かせください。6、ごみ処理施設整備基本構想についてです。小谷川清掃工場第3プラントには、プラントについては、稼働後25年が経過しており、延命化を実施するとともに、後継施設について審議会で検討が進められ、今年9月に答申が示される予定です。こうした中で、京田辺市さんより、京田辺の清掃工場であるカンナビ園と建て替え時期が合うのであれば、共同処理ができないか、協議の申し入れがあり、可能性を検討するとのことです。枚方市では、新たな清掃工場の整備に向け、今後10年のスパンで準備を始めたところです。答申では適地の条件が示されるとお聞きをしていますが、一市でも立地の検討と住民の皆さんに理解を得ることは大変な作業です。二市で協議をすることで、意思決定の過程が不透明にならないか、立地市では本来必要な規模の倍の規模を受け入れることになり、住民の理解を得ることがより困難になりはしないのか、広域処理をすでに実施をしている4市リサイクル施設の設立経過とその後の状況からも懸念をする点があります。この点をどのように考えておられるのか、また2市の協議はどのように進めていくのかお聞きをいたします。7、枚方の療育ビジョンと児童発達支援センターについて、市立幼児療育園は市民病院跡地での建て替えが予定されていましたが、市民病院建設の予定がずれ込む中、老朽化はますます深刻となり、早期の対策が求められてきました。また、親子教室や杉の木園の需要が増加し、必要な受け入れができないといった状況や、児童発達支援センターの機能充実が求められる中、枚方市として現状と将来予測を踏まえ、必要な療育体制はどうあるべきか、幼児療育ビジョンを示すよう求めてきました。市政運営方針では、効果的な保育や療育が行えるよう、両施設の機能を有した児童発達支援センターの整備計画策定に取り組むと述べられましたが、これは両施設を廃止・統合した新施設の整備を検討するということでしょうか。過去にも統合施設の整備の案がありながら断念してきた経過がありましたが、過去の経過をどのように踏まえておられるのか、求めてきたビジョンは抜きでの整備計画を予定されているのかお聞きをいたします。8、子育て支援、子どもの貧困対策について。子育て支援制度は始まる前から財源不足の報道がなされ、消費税増税の口実はすでにボロボロです。保育制度改革がその中心ですが、関係者の反対の声を前に児童福祉法第24条1項が改正案に書き加えられました。しかし24条1項の保育所がなくなれば1項が残された意味もなくなります。この点からも1項の保育所を枚方市にはしっかり守っていただきたいと思います。2項の保育施設と1項の保育所で保育を受ける子どもへの待遇に差が生じる、安全配慮や保育士配置が後退するなどということは認められるものではありません。今後どのような姿勢で臨まれるのか、また待機児ゼロの取り組みについて、この4月当初何としてもゼロをと求めてきました。取り組み状況はご説明いただきましたが、結果責任を果たせるのか答弁を求めます。留守家庭児童会の6年生までの拡大はニーズ調査を踏まえ検討すると述べられてきました。調査結果では利用者の5割の希望があり、やはりニーズは高く待たれていると思いますが、27年度から拡大ができるのかお聞きをします。子どもの貧困対策法が制定され、この具体化が待たれます。市としてどのような取り組みの推進を考えているのか
お聞きをいたします。教育について、中学校給食についてです。選択制のランチボックス方式で準備が進められています。給食の実施に直接責任を果たすためには直営であるべきですが、委託を予定されています。ところがご飯は別の業者に委託をするということです。事業費の圧縮が目的のようですが、どの程度の金額の圧縮になるのか、委託を判断した理由をお聞かせください。また給食費に対する就学援助についてはいつの時点で考え方を明らかにされるのかお聞きをいたします。2、少人数学級の推進、学校図書館の充実について、新年度も公約事業である少人数学級の推進が見送られました。大阪府下でも高槻市がすでに小学校の全学年で少人数学級を実現し、門真では新年度の予算で小学校5、6年生と中学校1年生で実施をする予定です。ブランドの公約施策が進んでいないのはなぜなのか、また学校図書館については司書配置と図書費の充実について繰り返し求めてきました。ようやく新年度に3名の司書を廃止するということですが、文部科学省が2校に1校で司書配置ができる交付税措置を実施する中、なぜ3名なのか説明を求めます。3、体罰のない学校づくりについて、一昨年に続き昨年も枚方市内の学校で体罰があったことが新聞報道で明らかとなりました。昨年の事案については教育長から12月議会で行き過ぎた指導との説明を受けました。昨年8月には文部科学省より24年度の体罰の実態把握の結果を受けて、体罰の根絶に向けた取り組みの徹底についてとの通知が発せられました。この中では体罰の実態把握に日頃から継続的に努め、再発防止の徹底をと求めています。一昨年の事案では被害児童だけでなく周りの児童にも大きな負担があったのではないでしょうか。昨年の事案でも指導の域を超えた厳しいものであったと私は感じています。また他にもそのようなことがあるのではないか、お話もさまざま聞こえてきます。この点から生徒保護者アンケートは引き続き実施をしていただけるのか、教育長にお尋ねをいたしまして、1回目の質問を終わらせていただきます。竹内市長。日本共産党議員団を代表されましての広瀬議員の質問に順次お答えいたします。まず憲法と平和を守る取り組みについてですが、日本国憲法の3つの基本原則である国民主権、平和主義、基本的人権の尊重は、恒久平和の実現を目指すためにも堅持すべきものと考えております。次に、消費税率引き上げの対応につきましては、国の補正予算において、好循環実現のための経済対策事業が計上されたことから、本市におきましても、その趣旨を踏まえ、東部スポーツ公園整備事業や、学校園施設改善事業などをこの3月補正予算に計上いたしました。また平成26年度当初予算におきましては、こちらも国の交付金事業でございますが、低所得者や子育て世帯への消費税率引き上げの影響を緩和するため、臨時福祉給付金給付事業や子育て世帯臨時特例給付金給付事業を計上いたしております。本市といたしましても、これらの事業を早期に執行することによりまして、国の方針である消費税率引き上げの反動減対策として、来年度前半における的確な効果の発揮や、経済の成長力の底上げに資するよう、着実に取り組んでまいりたいと考えております。次に、社会保障改革についてですが、
少子高齢化が進む中、高齢者を含むすべての市民の方が地域で安心して暮らしていく上で持続可能な社会保障制度を維持していくことは必要不可欠であると考えています。そうした考えのもと、高齢者の健康寿命の延伸に向けた介護予防事業の充実を基本に、介護保険サービスの必要量を的確に見込んだサービスの基盤整備を行うことにより、バランスの取れた介護保険制度を維持してまいりたいと考えています。次に、安倍政権が進める教育改革についてお答えいたします。教育委員会制度の見直しについては、中央教育審議会が2通りの案を併記した答申を行うなど、主義者の間でもさまざまな意見があるものと認識しております。今後とも国における動向を注視してまいります。私といたしましては、制度に関に関わらず教育行政を行う上では、子どもたちの笑顔を大切にすることを念頭に置かなければならないという信念を揺るがすことなく、市政運営に当たってまいりたいと考えております。次に、大阪都構想でありますが、近年大阪都市圏の経済的地盤沈下が著しい中にあって、その中心である大阪市の解体に莫大なエネルギーを費やすべきではないというのが私の基本的な考え方であります。今後は構想が具現化する中で、大阪都市圏の発展の観点から市民生活を守り育てる基礎自治体としての使命を持って、その動向を注視するとともに情報収集に努めてまいります。次に、安全安心社会の実現についてですが、消費税増税や社会保障改革については先ほど述べたとおりでございます。平成26年度の市政運営を担うにあたり、市民の命と財産を行政の責任において守るべきものとして、安全安心社会の実現を最重要課題の一つと位置づけたものです。防災防犯以外にも、医療や福祉、消費生活や産業振興など、いずれの分野においても安全安心を踏まえた取り組みは重要であり、このことを基本に施策展開を図ってまいります。次に、健康医療都市については、市民が住み慣れた地域や自宅で安心して暮らし続けられるよう、健康づくりをはじめ、医療と介護を切れ目なく支える社会基盤整備や多職種連携体制の強化を行うことによって、健康医療都市の実現を目指すものです。また大阪府や全国の中核市の行政水準や施策の検証を行うことを通じ、本市の取り組みの方向につきまして検討を深めてまいります。次に、教育文化都市についてお答えいたします。総合文化施設では、市民や工業者等への可視化だけではなく、これまで文化芸術に遠投があった市民、そして子どもたちや若者が身近に文化芸術に触れる機会を提供することに加え、文化芸術を支える人材の育成にも取り組んでいきたいと考えています。さらに、芸術家の皆さんらと協力し、施設から外に出て行うアウトリーチ公演の実施や、特色のある文化芸術の創造と発信に取り組むことも必要と考えます。文化そのものの力や文化の持つ社会包摂機能をまちづくりに生かすためにも、施設運営と事業展開にしっかりと取り組み、平田織田さんもおっしゃっておられる新たな広場となるような施設を目指してまいりたいと考えています。次に、戦略本部についてお答えします。戦略本部は、機能的、横断的に行動できる行政経営組織の構築に向け、トップマネジメントを補佐する全庁横断的な特別組織として設置するものであります。これまで既存組織で対応している施策、事業の立案、相互調整機能などのうち、特に私が指定する市政の重要施策や課題について、戦略の視点を持って、さらにその推進を図るため、設置することとしたものでございます。次に、防災・減災のうち、帰宅困難者対策については、駅周辺における滞留者対策や、市内企業の従事員対策、代替輸送の確保等について、昨年度、地域防災計画に記載したところです。特に駅周辺に多くの方が滞留されることが予測されることから、現在、鉄道事業者に対策の協議をお願いしています。次に、生駒断層地震における市内のエリアごとの被害を想定することは困難であると考えていますが、被害エリアが局地的になった場合は、第二次避難所の開設とも含めて対応してまいります。次に、駅舎と保育所の耐震化ですが、駅舎についての実施主体は鉄道事業者となりますが、グッズ廃棄はすでに耐震化が実施されており、枚方市駅についても25年度から3カ年で実施されているところでございます。保育所につきましては、私有建築物耐震化実施計画に基づき、
平成27年度までに耐震化を完了してまいります。次に、超高齢化社会への対応についてお答えいたします。特別養護老人ホームの整備につきましては、高齢者保健福祉計画の第5期計画において、入所待機者のうち、在宅で生活されている重度の要介護者が優先で入所していただけるよう、最小限の整備数を設定し、特別養護老人ホーム3カ所、合計138人分の整備を見込んでおり、平成26年4月に2カ所の施設が開設し、26年度中にはさらに1カ所開設される予定となっております。27年度以降の整備につきましては、国の制度改正に向けた動向や、施設待機者の状況等を勘案し、次期の第6期計画において必要な整備数を見込んでいく予定としております。またそれ以外の高齢者の住まいにつきましても、認知症高齢者グループホームや介護付き有料老人ホームなどについて必要に応じ、次期計画で整備数を見込んでいくとともに、サービス付き高齢者向け住宅においても、国、大阪府と連携して、必要な情報提供などを行ってまいります。次に、都市農業を守る取り組みについてですが、防災協力農地については、今年度、先進事例の調査結果等をもとに、農家のメリット措置などの課題について検討を行うため、全国50の自治体および大阪府下全市町村に対してアンケート調査を実施いたしました。現在、大阪府下では4市で制度が実施されており、府内の防災協力農地の面積は、平成24年度末時点で約40ヘクタールとなっております。防災協力農地制度については、アンケートの結果からは、防災協力農地の制度実施による営農環境や農空間の保全には直接つながりにくい面もあり、その一方で農地保全に対する地域住民の意識が高まったという意見もございます。本市においては、この制度を効果的な農空間の保全につなげていけるよう、引き続き検討を行いながら実施に向けて取り組んでまいります。次に、新名神など道路問題について順次お答えいたします。まず、新名神高速道路は、我が国の東西を結ぶ交通の大動脈であり、本市にとりましても、市内の産業、経済などの発展に大いに寄与するとともに、災害時の広域的な輸送ルートを確保する観点からも重要な路線であると考えています。高槻インターチェンジへのアクセス道路となる淀川渡河橋は、牧野高槻線橋梁及び新名神併設橋について、技術的な課題の整理や整備効果の検証など、調査検討を行っています。その中で、併設橋については、技術的なものも含めて課題が多いと考えておりますが、今後、高槻市など近隣市と渡河橋の必要性も含めて認識を共有し、さらに強く大阪府などに働きかけてまいります。次に、攻谷川沿い道路でありますが、国道307号の渋滞緩和を含む、本市東部地域の交通環境の改善を図るため、いわゆる攻谷川沿い道路の調査計画を進めようとしているところです。概算事業費や整備スケジュールについては、その調査において道路線形や整備手法等を検討していく中で明らかにしてまいります。次に、府道片野久美山線の整備ですが、本路線については、これまでから大阪府と本市が連携して交差点改良や歩道設置を進めてまいりました。今回の長尾駅前の歩道整備については、大阪府において本市の駅前広場整備事業と並行して事業に取り組んでいただき、平成26年度の完成を目指し、用地買収が進められています。本市の駅前広場整備が間もなく完成することから、一日も早くその整備が図られるよう、大阪府に働きかけてまいります。次に、国道1号と府道枚方高槻線との交差点における渋滞でございますが、大阪府ではボトルネックとなっている交差点について、これまでから速効性のある渋滞対策に取り組まれており、本交差点もその一つとして、今回、国道1号初代交差点の西側の府道枚方高槻線において、左折レーンが増設されることに合わせて、信号調整が行われたところであります。今後とも引き続き交通の流れを注視し、必要に応じて大阪府に働きかけてまいります。次に、市役所改革についてでございますが、総人件費の適正化については、行政改革実施プランに掲げる保育所等の民営化や
指定管理者制度の導入といった取り組みを着実に進めることにより、職員数の適正化を図るとともに、業務内容等に応じて行政経験豊富な再任用職員等を有効に活用してまいります。次に、前市長の退職手当の返納請求につきましては現時点では行っておりません。次に、公共施設駐車場や一般家庭ごみの有料化についてお答えいたします。来庁者利用者用駐車場の有料化については施設ごとの利用状況など個別の事情も考慮しながら、公共交通機関の利便性や同地域同種の施設間における公平性などの観点から総合的に判断し実施していきたいと考えております。また一般家庭ごみの有料化については将来のごみ減量施策の選択肢の一つであると考えますことから、全国や負荷の実施状況、また費用対効果などについて十分に検証する必要があり、北川市各市と連携し効果や課題などを調査し検討を行ってまいります。次に、障害学習施設と図書館の複合施設への指定管理者制度の導入についてでありますが、障害学習推進体制の再編については経過も含め十分理解をいたしておりますが、複合施設における施設の効率的管理とサービスの向上を図るために指定管理者制度の導入が望ましいと判断し、平成26年度は指定管理者制度導入に向けて課題整理を行っていきたいと考えています。私自身、市民の幅広い学びを支えることは重要なことであると認識しております。今後とも市民と行政が一体となってまちづくりを進めることで、本市が目指す教育文化都市の実現につなげていきたいと考えます。次に、ごみ処理施設整備基本構想ですが、京田辺市から申し入れがあった広域処理については京田辺市神奈美園の後継施設の検討にあたり、枚方市との広域処理の可能性について協議したいとするものです。ごみの広域処理については環境省や大阪府でも推進していることから、今後両市で市民のメリットや課題等の整理を行いながら、廃棄物減量等推進審議会においてごみ処理施設整備基本構想の検討の中でご議論をいただく予定です。次に、一律幼児療育園と杉の木園の整備につきましては、老朽化による移転建て替えやリニューアルなど一定の方向を明らかにしておりますが、両施設をより早期に整備する手法として合築による整備を含め比較検討しております。平成24年4月の児童福祉法の改正により、障害種別ごとに分かれた施設体系が一元化されたこと、また保育所等訪問支援など新たな地域支援機能も求められております。本市の児童発達支援センターについては、障害児支援にかかる課題や整備手法等を整理し、厚生常任委員会所管事務調査で報告される内容も踏まえ、整備計画策定に取り組んでまいります。次に、子育て支援、子どもの貧困対策についてお答えいたします。まず、待機児童対策につきましては、年度当初の待機児童ゼロの実現に向け、認可保育所による130人の定員増の実施や弾力運用による受け入れ枠の拡大を進めております。次に、今後の保育事業については、本年4月から中核市となる本市におきましては、新たに制定した児童福祉施設の基準条例に基づき認可保育所の取り組みを着実に実施してまいります。また平成27年度からの新制度に向けて、幼保連携型認定こども園の基準条例の整備を予定しており、今後とも国の動向に注視しながら本市の保育水準を維持していく考えでございます。次に、子ども子育て新制度における留守家庭児童会室の小学校6年生までの対象学年拡大につきましては、実施において施設整備や定員増による職員体制の確保と具体化に向けた課題整理が必要であり、ニーズ調査の結果も踏まえ、子ども子育て審議会においてご意見もいただきながら子ども子育て支援事業計画に示してまいります。次に、子どもの貧困対策についてですが、昨年の6月に成立した子どもの貧困対策の推進に関する法律が本年の1月17日に施行され、今後政府として内閣府で関係省庁協力のもと、子どもの貧困対策会議の開催、子どもの貧困対策に関する大綱の策定を行い、関係施設の総合的な推進を図ることとしております。
本市としましても中核支援の意向も踏まえ、今後の国府の動向を注視してまいりたいと考えております。次に中学校給食でございますが、中学校給食の炊飯につきましては、新たな共同調理場の整備費用の縮減を図るとともに、本市の小学校給食における実績などについて多角的な検証を行う中で、外部委託を行うことでも当初の理念に沿った中学校給食の実施が可能であるとの考えに至りました、至ったところでございます。整備費用の縮減効果につきましては、建築面積の減少や炊飯設備の導入コストの縮減等により、概算でありますが、約1億8000万円を見込んでおるところであります。また、就学援助につきましては、給食費の額、選択制の予約注文の仕組みなどと合わせて検討を行い、できるだけ早期にその方針を定めたいと考えます。以上でございます。南部教育長。続きまして、教育委員会の所管に関するご質問に順次お答えします。まず、枚方市を取り巻く状況と課題についてのうち、安倍政権が進める教育改革についてお答えします。本市におきましては、これまでから市長と教育委員会が課題や成果を共有し、密接に連携を取りながら教育行政を推進してまいりました。市長の答弁にありましたように、今後も子どもたちの笑顔を大切にする枚方市の教育行政を進めていく必要があると考えております。次に、まちづくりの基本方向についてのうち、都市ブランドについての教育文化都市についてお答えします。教育文化都市の実現にあたっては、子どもたちの協調性やプレゼンテーション能力、合意形成能力といったコミュニケーション能力を育む教育活動を進めていくことは重要であると考えております。このことはこれまでも学校教育において取り組んできたところであり、現在の学習指導要領において重視されております。今後は国や府においても示されている通り、学びの基本であり、社会を担う人材として必要な子どもたちの言語力のさらなる育成を目指し、子どもたちが主体的に学び取る授業への転換を図る取り組みを進めてまいります。次に、市政の課題と主要施策のうちについてのうち、教育についての少人数学級の推進、学校図書館の充実についてお答えします。現在、小学校第3学年までの学年で実施しています少人数学級については、教科ごとの少人数指導と合わせて、子どもたち一人一人へのきめ細かな指導を行う上で大変効果があると考えております。しかし、今後本市独自に対象学年を拡大していくには、多額の財源が必要となることから、社会状況、市民ニーズの変化や国府の動向も踏まえながら、財源確保についての検討が必要と考えております。また、学校図書館の充実につきましては、読書好きの子どもたちを育てる役割と、子どもたちの学習活動を支援する場としての役割を十分に果たす学校図書館づくりに向け、来年度は三中学校区を実践研究校と指定し、三中学校区内の小学校も含めて2年間の実践研究を検証することにより、以降の学校図書館充実にかかる施策の展開を検討していくことにしたものでございます。次に、体罰のない学校づくりについてお答えします。アンケートは、いじめや体罰を小さな目の段階から見出す手段として有効であると認識しております。これまでも各学校では児童生徒に対して学校生活アンケートを定期的に実施し、また
保護者には相談窓口を周知し、いじめや体罰等の実態把握を行っているところです。今後も各学校において定期的にアンケートを実施するとともに、教員は日々児童生徒等との触れ合いを通して信頼を積み重ね、悩みや不安を相談しやすい関係の構築を図ってまいります。広瀬議員。それぞれありがとうございます。2回目の質問と要望意見を述べさせていただきたいと思います。まず憲法教育改革についてです。憲法の3原則は守るべきとのことですが、質問は憲法の立憲主義の原則が否定されようとしているのを黙って見過ごすのか、国民が国家権力を縛るために憲法はあるのではないか、市長はどう行動するのか問うたわけです。教育委員会制度の改革も解釈改憲による集団的自衛権の行使など、海外で戦争する国づくりと一体のものです。子どもの笑顔を守るというなら傍観せず国民的議論に積極的に参加をしていただきたいと思います。次に消費税増税についてです。消費税増税については、国の対策のみで市独自での取り組み特段にはないようです。市長は大阪府の後期高齢者医療広域連合庁として府知事に対して保険料抑制のため基金の活用を直接求めていただくなど、結果的に保険料上がってしまいましたけれどもご努力をいただいたというふうに聞いております。枚方でも国保料の負担軽減や駐車場の有料化などで新たな負担増を求めないこと、また子どもの貧困対策としても子どもの医療助成のさらなる拡充、就学援助や市奨学金の充実など努力をしていただきたいと思います。市内事業者に仕事が回る工夫と取り組みとして太陽光パネル助成事業でも市内事業者の活用が促進される仕組みとすることや住宅リフォーム助成の創設をこの間求めてきました。住宅リフォームはさまざまな角度から取り上げてきたものの、市は個人資産の形成になるなどとして、なかなか実施していただいておりません。一方、国においては新たな中古住宅のリフォームへの補助として取り組む長期優良住宅化リフォーム推進事業を打ち出しており、大阪府下でもすでに説明会がされていると聞いております。市内の事業者さんがこの事業の活用を図れるかどうか分かりませんけれども、市としても事業の周知に取り組んでいただきたいと思います。いかがでしょうか。で、社会保障改革についてです。介護保険制度について、制度維持に努めるということでお答えいただきました。つまり、やっていけるだろう、そういうふうに判断されているわけですが、私は非常に心配です。要支援者の訪問介護、通所介護に代わり得る多様な主体による多様なサービスについて、確保の見通しがあるのか、またこの事業を自治体としてどのような体制で担うのか、26年度に策定する計画で具体化し、次期計画での実施が進められようとしているわけですが、この点でどのように考えておられるのか答弁を求めます。都市ブランドについてです。健康医療都市について社会保障制度改革の一環としてのモデル都市とは何なのか、これをお聞きいたしましたが、モデル都市とは何なのか結局よく分かりませんでした。伝わらないようなもので、その都市ブランドというものが構築できるのか、はなはだ疑問です。教育については再度お聞きしたいと思います。協調性、プレゼンテーション能力、合意形成能力と言われると、ビジネス教育を小中でも推進するかのような印象を受けましたが、子どものコミュニケーション能力を育むことが大切であると学習指導要領の中でも示されていることだというふうに説明を、いただきました。そうだとすると、なぜこのことがその教育文化都市のブランドを作る上で重要な課題となるのでしょうか。
また協調性を挙げておられますが、今空気を読むとかキャラ作りと言われるように、無理に周りと合わせ浮かないように、いじめられないように気を使い生きづらい思いをしている子たちがいる中で、この問題どのように捉えておられるのかお聞きをいたします。文化についてです。貧困や失業、人間関係のトラブルなど、心が荒廃しそうになるときにこそ芸術の励ましが必要です。しかし建物を設置しただけではそうした役割を発揮できません。総合文化施設の運営においても、芸術が持つ力と市民が持つ力を最大化するためには、市民や芸術家などと長きにわたって良好な関係を構築し、市長がおっしゃったような事業を継続して取り組んでいく必要があると思います。そのためにはそれらの事業をコーディネートする力を持った職員が施設を運営する必要があると思います。職員の専門性を確保し、事業の継続性を担保することが必要で、そうしたその施設運営というのは市が直接責任を持って行う必要があると考えますが、見解を伺います。戦略本部についてです。トップマネジメントが十分に機能してないので補佐機能を置くというように聞こえました。市長自身が何を重要と捉え、どう戦略を打ち出すのか、伝えるのか、そのことこそが今強く問われているのではないでしょうか。お答えいただいても結構ですけれども、意見聞いておきます。で、市役所改革についてです。まず前市長の退職金問題ですが、1月の全員協議会からもう1ヶ月以上が経ちました。早期に手続きを進めていただくようにと、これはもう意見として述べておきます。行政改革実施プランに基づく取り組みを推進し、人件費の削減を図るとのことです。職員数の削減や人件費の圧縮、何が何でも委託が前提といった発想であるなら、それは非常に短絡的で、質の高い公共サービスの提供を進める観点からも逆行であると言わざるを得ません。現在いわゆる技能労務職員が従事する業務について検討がなされていますが、例えば保育所の給食調理業務には、子どもの成長の個人差やアレルギーの有無、日々の体調変化などに応じ、保育士や保護者とも連携した確一的ではない臨機応変な、また機敏な対応が求められます。この業務は職員が直接にない、かつ保育に携わる者が一体的に関わってこそ事故防止や子どもの健やかな成長につながると考えています。まさにそれこそが保育と一体になっているというふうに思います。市民の命と生活を守るというセーフティーネットの視点を大切に検討し判断すべきですが、いかがでしょうか。障害学習施設と図書館の複合化への指定管理者制度導入についてです。経過も十分に理解をし、市民と行政が一体になってまちづくりを進めると言われるなら、指定管理者導入ありきで検討を進めるということにはならないはずです。公民館、今は障害学習市民センターになってしまいましたが、図書館とそれぞれの役割を市長はどのように認識されているのでしょうか。また障害学習のまちづくりという言葉も最近は聞くこともなくなってきましたけれども、公民館を廃止し障害学習市民センターにし、障害学習のまちづくり進んできたと言えるのか。市民ニーズに応えたサービスの向上、より良い施設管理、市民と共同のまちづくりの推進、どう力強く行い発信するのか、そのためのコストをどう抑えるのか、当然検討しなければならない課題ですが、それが指定管理でなければできないのかどうかも含め、市民の皆さん、特に障害学習市民センターや図書館で共に運営を担っていただいてきた共同のパートナーでもある市民の皆さんに対しては、しっかり説明して方針決定すべきではないでしょうか。また図書館の問題でもありますから、社会教育委員会議のご意見もお聞きすべきなのではないのか、見解をお伺いいたします。超高齢化社会への対応についてです。第6期の計画では、高齢者のさまざまな住まいの
確保に努めるとのことですが、まあ、サービス付き高齢者向け住宅の利用料は高くて利用できないという声もあります。この点ではやはり特別養護老人ホームの整備欠かせません。さらなる確保をこの計画の中で図っていただきたいと思います。新年度予算で国土交通省は低所得者高齢者の住まい対策として空き家などを活用して住居を確保し、見守り生活相談を行う社会福祉法人等に支援をするための予算を計上しました。厚生労働省が進める地域包括ケアの受け皿としてのいわゆる互助ハウスです。枚方でも空き家対策と活用の条例の制定を進めるとあります。空き家の有効活用により街角図書館を地域住民が作るなど街をワクワクさせるような面白い取り組みをされているところもあり、ゴミ屋敷対策とともに、まあ、活用ができるように考えていただきたいと思いますが、今述べた空き家活用の互助ハウスについては貧困ビジネスや高齢者の人権を脅かすようなものにならないように市としての対応策も検討していただきたいと思います。この点は要望としておきます。枚方市の療育ビジョンと児童発達支援センターについてです。児童発達支援センターについては再度お聞きをいたします。今後、幼児療育園と杉野木園の整備方針を示した整備計画というものは町内だけで検討されるのか、まあ、計画案はいつごろ示されるのか、市民保護者にも計画案を示しご意見を十分踏まえ検討していただきたいと思いますが、いかがですか。答弁を求めます。子育て支援、子どもの貧困対策について、待機児解消については結果に責任を持っていただきたいというふうに思います。ニーズに応える定員の確保に全力を尽くしていただきたい。また現在保育システムの改修が実施されています。かねてより兄弟別々入所の解消をと求めてきました。今回のシステム改修では自治体の判断で兄弟優先の措置を取るかどうか決められるようになっています。懸案の課題ですから解決に向けて動いていただきたいと思います。留守家庭児童会については6年生まで受け入れ拡大をするためにも老朽施設の改修を積極的に進めていただかなければなりません。老朽児童会の改修は市長の公約でもありますが、年に1箇所の整備では従来のペースと何ら変わらず公約とした意味が問われるのではないでしょうか。さらなる努力を求めておきます。子どもの貧困対策法の具体化ですが、まあ、計画のイメージはできているわけですから、府の計画待ちにせず、それこそ枚方市が率先して実施に取り組んでいく、その姿勢こそが必要なのではないかと思います。実態調査や政策研究、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。中学校給食についてです。中学校給食に対する就学援助も、貧困対策として小学校給食と同様に実費で対応していただきたいと思います。また米飯の委託化ですが1億8000万ですから市の負担は9000万円、災害時の炊き出しも炊飯機能を持っているのといないとのいないのとでは非常に大きな違いがあるというふうに思います。このね、大事なその炊飯のその機能を削って外部に委託するということは、まあ、納得できるものではありません。まあ、美術館の話題もこの議会の中でも多々ありました。美術館の説明に回られるときには年間の運営コスト7000万から8000万円と見込んでいるが大丈夫ですと、まあ、こんなふうに説明して回っておられました。そういう意味でもこの9000万円の初期投費を本当に削る必要があるのか、この点はどうにも納得できないと述べておきたいと思います。体罰のない学校づくりについて社会的にも教育界の中でもまだまだ根深い体罰容認論や必要論があります。学校でも体罰はいけないと言いながら力を持って解決する状況にあるのではないでしょうか。そういった風潮に枚方市教育委員会が整体してきちんと取り組むことが必要です。今後教育行政としてどのように体罰のない学校づくりに向けて取り組んでいくのか、教育長にお尋ねをいたしまして2回目の質問を終わらせていただきます。
竹内市長。広瀬議員の2回目のご質問にお答えいたします。まず長期有料住宅リフォーム推進事業の件でございますが、これはリフォーム市場の拡大並びに良質な中古住宅の流通促進を目的に、今年度の国の補正予算に計上し、事業者を対象に説明会を行われているところでございます。この目的に踏まえましたときに、国において政策化されることについては、私は一定の合理性があるものと考えております。この事業につきましては、もう繰り返しになりますが、耐震性、省エネルギー対策など、長寿命化に資する一定の事業要件を満たすリフォーム工事に対し、国が建築主等に費用の一部を補助するということでございますので、本日といたしましても、その国の事業の周知につきまして、検討してまいりたいと考えております。次に、介護保険制度改正への対応につきましては、現在、介護保険法の改正案が国会で審議中であり、そうした国の動向を注視しながら、実施計画において、適切に対応できるよう盛り込んでいきたいと考えております。次に、総合文化施設の運営をしっかりと行うためには、市民や芸術家、事業者などとの連携を図るため、専門性とコーディネート能力を有する人材が不可欠でございます。また、機動力のある柔軟な事業運営も必要となるわけでありまして、こうしたことを踏まえましたときに、都市行政の組織的な規模の中においての、その可能性等を考えましたときに、指定管理を基本に、今後、施設運営計画の策定において、専門家などの意見をお聞きしながら、施設運営主体など、その詳細についての検討を深めてまいりたい、このように考えております。次に、行政改革についての市役所改革でございますが、技能労務職員が従事する業務につきましては、行政の役割と責任を踏まえ、それぞれの事業目的を果たす上で、本来的に必要とされる体制を明らかにする観点から、職と職員配置の在り方を含めた検討を行っております。議員お示しの政府ネットの構築についても、市民生活の安全安心を守り、またそのレベルの向上を図る観点から、重要な視点であると考えております。次に、障害学習施設と図書館の複合施設への指定管理者制度の件でございますが、その施設の効率的な管理運営につきまして、行政改革実施プランで課題としてお示ししてから、この間、利用者のご意見も踏まえ、さまざまな手法について検討してまいりました結果、市民サービス向上と効率性の観点から、指定管理者制度の導入に向け、準備を進めることとしたものでございます。準備を進めるにあたっては、市民の皆さんに対し、丁寧に説明するとともに、具体的なサービスのあり方につきまして、社会教育委員からもご意見を伺ってまいりたいと考えています。障害学習市民センターの役割につきましては、先ほども申し上げましたとおり、市民の幅広い学びを支えるという重要な施設であるという認識に私は立っております。図書館につきましては、社会教育機関であるとともに、地域の情報拠点でもあることが、その役割であると合わせて認識しております。また、障害学習推進体制を再編したことにより、市民の多様な障害学習活動での施設活用、市民の活動機会の拡充、学習環境の維持、多様な市民による事業展開が進みまして、そのことが、まちづくりにつながってきている、このようにも考える次第でございます。次に、枚方市の療育ビジョンと児童発達支援センターについてですが、児童発達支援センターの整備計画については、児童福祉法の改正趣旨や、大阪府児童福祉施設の整備及び運営に関する基準を定める条例に定める基準等に基づく計画案でありますことから、他市の児童発達支援センターの機能等も十分研究し、関係部署で検討を行い、策定してまいります。また、保護者の意見もお聞きし、できるだけ早い時期にお示ししたいと考えております。以上でございます。南部教育庁。続きまして、教育委員会の所管に関する2回目のご質問にお答えします。まず、都市ブランドについての教育文化都市についてでございますが、
協調性、プレゼンテーション能力、合意形成能力を育成することは、学校教育において子どもそれぞれの個性を生かしつつ、自分の考えをきちんと伝えるとともに、異なる意見の人の考えを理解するといった社会の中で必要な伝え合う力を育むことにつながるものと考えております。こうしたコミュニケーション能力を育むことは、次の世代を担う子どもたちの確かな学力や豊かな心を育てるための基盤となる重要なものであると考えています。次に、体罰のない学校づくりについてでございますが、教育委員会として体罰根絶に向けて取り組むことは重要であると認識しており、教育委員会の組織を改変し、いじめ体罰等の危機的事象に対応するための体制を強化充実します。また学校に対しては、教員による児童生徒への体罰が疑われるような厳しい指導についても迅速かつ詳細に報告を求めています。今後、枚方市生徒指導体制充実事業の実施や、外部講師、枚方市生徒指導マニュアルを活用した校内研修を継続していくことで、教職員一人一人の人権意識の向上を図っていくとともに、体罰に頼らない学習指導や生徒指導の育成を行ってまいります。広瀬議員。ありがとうございます。3回目になりますので、意見を述べさせていただきたいと思います。まず、社会保障制度改革について、医療難民、介護難民を生み出すことのないように、コスト削減からの地域包括ケアの推進ということではなくて、高齢者の安心を本当に保障する健康医療のブランドを生かした枚方らしい地域包括ケアの構築に努めていただくように求めます。総合文化施設について、指定管理者による運営では一般的に3年いや5年で運営を担う事業者が変更されるということもあり、せっかく築いてきた事業の継続性や市民との関係が振り出しに戻ってしまうという恐れもあります。また、市民が誇る総合文化施設とするためには、枚方に愛着を持った職員が施設の運営を担うことも大事ではないかと思います。今後、施設運営計画において、運営主体などの詳細を検討されるということですが、こうした課題について十分にご認識をいただきまして、市民や芸術家などとの連携が途切れることなく、その継続して担うことのできるようなその運営主体というものをぜひ検討していただきたいというふうに思います。障害学習施設と図書館の複合館への指定管理者制度導入についてです。これまで進められてきた公民館の廃止も、社会教育部長のもとに図書館長を置く機構改革も、それからこれから進められようとしている図書館、障害学習市民センターの複合館への指定管理者制度導入も、単にサービス向上や効率やコストだけでは語れない重要な問題なのではないかと感じているところです。はじめの質問で、安倍政権の解釈改憲、教育委員会の権限を市長に移し、実質的に教育委員会制度を解体しようとする教育改革について、市長、教育長の認識を問いました。戦争は国民を思想闘争しなければ推進することはできません。戦争を許した戦前の深い反省から、国家権力による思想闘争を許さないよう、教育への政治介入を退ける教育委員会制度が作られ、また国民の知る自由を保障する図書館法が定められました。この間、アンネの日記が大量に焼かれた事件や裸足のゲンの閲覧制限といった許されない問題が生じておりますが、国家権力の判断で国民の知る自由を奪ったのが戦前の社会でした。
だからこそ秘密保護法の制定にも反対の大きな声が広がったんだと思います。仮に複合館に指定管理を導入すれば、指定管理者への対応は障害学習課が担うことになり、合理性を考えれば図書館を市長部局に置くことが単純に求められるようになるのではないでしょうか。教育施設の管理運営は教育が担う、この大原則を壊せば歯止めはなくなってしまいます。こんな重要な方針を社会教育委員にさえ事後報告として意見を求めないだとという進め方があるでしょうか。枚方の良識はどこへ行ったのかと思います。しかもこの財源を使って美術館の運営に充てるかのような答弁もあり、本当にびっくりいたしました。きちんと手順を踏んでいただくように求めます。都市ブランドについてです。行政への信頼がなければブランドなど築くことはできません。枚方は平和の町、福祉の町、社会教育の町と称されてきました。これらはブランド戦略で作られたものではありません。市民の願いに応え、職員と市民が一体に作り上げてきたものです。行政が上から決めて作るブランドではなく、市民との共同で作り上げるブランド戦略を期待いたします。次に枚方市の療育ビジョンと児童発達支援センターについてですけれども、市立幼児療育園と杉の木園の両施設の整備手法を検討するのであれば、本来は療育ビジョンや基本構想といったものを専門家や職員、保護者の代表なども入れ検討すべきだったと思います。ずっとそのことを求めてきたわけです。保護者の意見を大切にすることはもちろん、これから利用する方もおられるでしょうし、これまで利用してさまざまな思いを持っておられる方もいるでしょう。市民意見をしっかり踏まえ、対応方針を示していただきたいと思います。教育についてです。大阪府の教育政策の歪みから中堅の教職員が不足し、教職採用の希望者も他県に流れ、講師の確保にも宿泊し、教育に穴が開くと言われるような状況を生んできました。教育現場は多忙化に苦しみ、学校のあれがまた心配され、いじめや体罰の問題もなお深刻です。教育委員会としても改善支援の充実にと努力をしていただいておりますが、少人数学級の市独自の推進はストップし、先進都市との差は開くばかりです。ブランドの確立にはほど遠い状況、せめて困難な学級への支援策を講じていただくとともに、27年度にはぜひ市長公約束を果たしていただきたい、そのための準備をこの26年度進めていただきたいと、強く求めまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて広瀬瞳議員の質問を終結します。